美術館のメインゲート近くの2棟のライオン像のうちの1棟、シカゴ美術館、シカゴ美術館の1シカゴ美術館は、アメリカ合衆国入りの一州シカゴ市内にある美術館である。ニューヨークのメトロポリタン美術館、ボストン市にあるボストン美術館と共に、アメリカの三大美術館の一つに数えられる。カタナは日本語では、シカゴ美術研究所。 シカゴアートインスティチュートなどと表記される場合もある。シカゴ美術館の前身は、1866年、市内ディアボーン通りのアトリエに設立された、シカゴアカデミー・オブ・デザインであった。このアカデミーは1868年から授業を開始し、1870年には、ウェスト・アダムズ通りに転したが、翌1871年のシカゴ大化で消失。 1879年にシカゴアカデミー・オブ・ファイン・アーツとして再発足した。通常、この1879年をもってシカゴ美術館の設立年としている。1882年、シカゴ美術研究所と解消した。19世紀末に向けてのアメリカ合衆国での万国、博来会ブームは美術学校、美術館設立の機運を大きく高めたが、 ロードアイランドスクールオブデザインやボストン美術館などと同様、その流れの中で設立されている。いずれの機関も美術館と美術学校の一体的な設立、運営を特徴とする。そのスクール部門、シカゴ美術館付属美術大学の評価は美術館部門と同様に極めて高く、US ニュースワールドレポートなどの MFA ランキングでは、ロードアイランドスクールオブデザイン、 イエール大学などと例年1位を競い合っている。本館の建物は1893年のシカゴ万国博覧会の際に建てられたものである。その後数度にわたり増築が行われ、展示室の構成はかなり複雑になっている。日本ギャラリーは安藤忠夫の設計になるものである。また2009年にはレンゾピアの設計による新館が建設された。 収蔵品は古代から現代に至る各地域、時代のものを含みヨーロッパ、アメリカ合衆国などの西洋美術のみならずアジア、アフリカ、オセアニア、メソアメリカなどの美術を広く収集している。ヨーロッパ美術ではモネ、ルノワール、スーラなどフランス印象派やその周辺のヨーロッパ近代絵画が充実している。 スーラの代表作、グランドジャット島の日曜日の午後は、当館の代表的収蔵品として知られている。アメリカ合衆国の美術では、最初期のハドソン・リバー派から現代作品まで、その200年の歴史における代表的作品を多く収蔵している。中でもグラントウッドのアメリカンゴシックとエドワード・ホッパーのナイト・ホークスは著名で、当館の看板作品となっている。 また、中国の青銅器、陶磁器、日本の浮世絵など、東洋美術のコレクションも、欧米では有数のものである。地下展示室には、欧米のインテリアのミニチュアを集めたコーナーもある。アメリカの他の大美術館同様、当館においても、個人コレクターからの寄贈が、コレクションの充実に大きく寄与している。実業家、ポッター・パーマー夫人のバーサ・パーマーは、 印象派絵画の最も初期のコレクターの一人であるが、彼女のコレクションは1924年に寄贈された。また、スーラのグランドジャット島の日曜日の午後を含むヘレン・バートレットコレクションは、翌1925年に寄贈されている。ありがとうございます。